オレゴン州立大学、オレゴン州立大学、オレゴンステートユニバーシティ略 OSU は、アメリカ合衆国オレゴン州、コーバリス市に本拠地を置く、オレゴン大学システム、OS の中の公的研究機関及び4年生州立、総合大である。2014年の総学生数、学部及び大学院は、オレゴン州出身者61%及び他の、 州出身者27%である。200以上の一般教養的な学位プログラムとともに、工学、環境学、林業、海洋学及び薬学は、最も著名な研究分野として存続している。OSU は、主専攻科目、副専攻科目、及び特別なプログラムを持っており、その数は、オレゴン州で最大。主専攻分野向けに調査するオプションを望む学生のために、 大学探究学問プログラムも提供している。上海交通大学による世界研究大学ランキングでは151から200位のグループに属する2014年。OSU はベンドに文工 OSU カスケーズキャンパスを所有している。1858年、私立の教育機関として設立。大学レベルのコースは1865年に追加され、 1870年に最初の学位が授与される。1868年、連邦政府から公有地供与を受け、オレゴン州援所の農業大学となる。1890年、オレゴン農業大学として知られるようになる。1927年、オレゴン州立農業大学、オレゴンステートアグリカルチュラルカレッジ、オサックに名称を変更。 2年後の1929年、オレゴン州議会が高等教育の委員会、統一法案を可決、同法案は7月1日より、初、オレゴン州高等教育委員会に統合されるのに、合わせ、オレゴン州立農業大学も、同委員会のもとに組み込まれる。1961年3月6日、全州知事マーク・ハットフィールドの承認により、現在の名称となる。後に、 連邦政府から資金援助を受ける指定海洋学研究大学となり、1989年、連邦政府及び NASA からの指定を受け、アメリカ国内指定航空宇宙学研究大学56校のうちの1校となる。現在この3つの指定を受けている大学は、全米で6校に留まっている。研究機関はオレゴン州中に存在しており、海洋食品研究所はアストリア、 食品研究所は、ポートランド、ハットフィールド海洋科学研究施設は、ニューポート市にある。現在工学部は、全学科において、アメリカ国内トップ25、大学としてもトップ10を目指しており、その手始めとして2005年8月15日に大規模な、ケリーエンジニアリングセンターを稼働、全工学部のリソースを集約する予定。電子工学部では、 フォードモーターとの三学提携により、同社初のハイブリッド車のシステムを完成させたほか、2003年には、世界で最初の透明白膜トランジスタが作成された。生物資源学科では現在バイオディーゼル燃料を用いた実用試験を学内を走るシャトレバスを使って、照明実験中。大学キャンパス郊外には、アメリカ国内でも数少ない常時稼働の実験用の、 原子炉 OST があり、原子科学科の大学院生を中心に研究に用いられている。肥沃なウィラメット渓谷の中間に位置し、森林学研究向けのマクドナルドガン実験林を含めた577エーカーのキャンパスは、たくさんの農地へ近接し、有名な農業プログラム向けに卓越した基礎となっている。5万人以上の永住者が住む。 コーバリス市には有名な大規模公共図書館があるほか、世界の中で2番目に大きなヒューレットパッカード社の工場がある。OSU は南カリフォルニア大学よる研究の中でパシフィック展ンカンファレンスの中で一番安全なキャンパスだと評された。生徒の大半は白人。ただし、いわゆるホワイトファームボーイズ、田舎育ちの白人で都会慣れしているものが少ない。 アメリカの田舎出身者の特徴でもあるが、創婚者が多く、20代前にして、すでに家庭を持っているものも少なくない。ダイバーシティ、多様性を重んじる校風を作り上げようと、キャンパス内には様々な文化センター、ネイティブアメリカン、ヒスパニック、アフリカ系アメリカ人、アジア等の地域、人種から、イ、女性などに至る文化までが立っているが、2004年末にはダウンタウンで、 人種差別を発端にした騒ぎを生徒アメリカフットボール選手数名が起こして起訴されている黒人による白人差別というかなり変わった人種差別騒動。町についてはコーバリスを参照。キャンパス内の施設は非常に充実している。大型のスポーツ施設、ディクソンスポーツセンターでは隠しトレーニングのほか、水泳、バスケットボール、バレーボール、卓球、 テニス、スカッシュのほか、屋内ロッククライミングも行え、学費を納入した学生は、無料で全て使うことができる。メモリアルユニオンには、ファストフード店が8軒、喫茶が2軒のほか、ブックストア、床屋、ボーリング場、ビリヤード場などが入っている。ベストダイニングセンターでは6軒のファストフード、喫茶が1軒、その他に売店が入っている。マクナセントラルでは、ファストフードが5件 喫茶が2軒入っている。アーノルドセンターは食堂が2軒、2種類と売店が入っている。年度の開始時にミールプランを選んだ場合、学生はこれらのファーストフード、食堂、売店では ID カードをお金代わりに使うため小銭を持ち歩く必要はない。コンピューターラボは図書館のものを除き、大小合わせて15存在する。図書館は多機能かつ大型で、 通常図書、雑誌、各種専門書、観光庁資料などをはじめ、マイクロフィッシュ、フィルムなども収集している。館内には、検索端末の他に数十大規模のコンピューターラボがあるほか、ラップトップコンピュータの貸し出しも入り口で行っている。キャンパス内のほとんどの施設で、ワイヤレスンが敷かれており、生徒は ID を取得した後は、ラップトップコンピュータなどで、 どこからでも常時インターネットにアクセスが可能になっている。単位登録や教授とのアポの設定、宿題の提出や2005年フォールタームからは授業料の支払いまでがデジタル化されており、生徒はインターネット経由で全て行う。キャンパスが広大なため、キャンパス内のみを巡回するシャトルバスが運行されている。これとは別に生徒は ID を見せることにより、 市が運営するバス、CTS、コーバラストラポートシステムを無料で使用できる。また、ポートランドやユージーンの空港を結ぶ有料のシャトルが運行されている。運動は、アメリカンフットボール、野球、バスケットボール、サッカー、ソフトボールが盛ん。アメリカンフットボールは、NCAA ディビジョン IA のパシフィック12、カンファレンス、パックマイナス -12 に所属。 野球の活躍が特に近年目立ち、2005年、全米ランキング2位と2006年、全米ランキング4位にパックマイナス10で優勝し、カレッジワールドシリーズでは3度、2006年、2007年、2018年の全米チャンピオンになっている。チームの名称はビーバーズで統一されていて、スクールカラーはオレンジと黒。同じ州のもう一つの総合州立大学である。 オレゴン大学、ユニバーシティオブオレゴンとは、お互いライバル意識が強く、スポーツでの試合は、南北戦争、シビルウォーと呼ばれており、異様な盛り上がりを見せる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。